演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマート、タピオカとラジじゃなくて飲むんじゃなくて食べたいと思います。これアイスラテ氷だ、氷こんな感じですね。あれ、タピオカはまだ見当たりませんね。この下に眠ってるのでしょうか。これは早く掘り起こしてあげないともったいないですね。ではいただきます。ほうじ茶氷の部分はシャリシャリとした食感でさっぱりとした甘さがあって美味しかったんですが、タピオカがちょっと飲むやつに比べると存在感が薄いですね。食感はあるんですが凍っているのでもちっと感がちょっと弱くなってしまっているような感じがあります。バニラアイスとの相性、氷の相性とっても良かったので、もうちょっとタピオカの存在感があった方が良かったかなということで、こちらも検索させていただきます。冷凍のタピオカはあまりいいのかな。視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。